はい、皆さんこんにちは。教育百貨店のひなと申します。塾講師時代に授業の準備って、はいはい、いつどこでどれくらいやってましたか？まあ、いわゆる教材研究ってやつだと思うんですけど、なんかこれ教材研究っていうワードって割とどこの塾もあと学校の世界でも先生の間では共通語として使われてるみたいですね。どこでいつどれぐらい、はい、家ではい、毎日です、はい、休みの日には時々やんないこともあったけど、まあ、基本は週6から週7でやってますね。基本家でやってます、うん、まあ、帰宅してからって感じですかね、はい、どれぐらいかでしょう、はい、多分これ別に見てる皆さんもそうだと思うんですけど、決まってないですよ、うん、極論言うと、まあ、5分で終わることもある、うん、まあ、5分はさすがにないけど、まあ、極論5分で終わることもあるし、うん、いや別に6時間ぐらいかかることもあるし、うん、納得するまでやる、はいはい、じゃあ仮に90分としますね。90分の中で俺この瞬間だけめちゃめちゃかっこいいじゃん、かっこいいことを言えるなっていう解放であったりとか説明であったりとかっていうのは必ず1個言えるようにしてたんで、うん、そういうのが思いつくまではやりますよ。何か探します、うん、ネットで調べるとかでもいいし、うん、なったら英語じゃなくて現代文の方のテキストから引っ張ってくるとか、うん、なんかそういうのはやってましたね。これはまあ授業に寄せるとチャンネルの趣旨に反しますねこれもうこれ批判を恐れずに言いたいことを言うとであれば、これねちょっと先生たちにねこう言ってほしくないセリフがあって、教材研究が大変なのは1年目だから、2年目3年目はすごい楽になるからっていう風に新人の先生にね言う先生がいるんですけど、まあ、個人的にはあんまり好きじゃなくて、なんでお前2年目と3年目の授業研究サボってんだよって、なんで1年目の貯金で2年目も3年目も授業やっちゃうからって、あなた何のために先生になったんですかって僕は正直思ってたんで、1年目の時にそうやって言われて違和感を抱きました。違和感を抱いたんだったら2年目以降もちゃんとやんなきゃなと思ったんで、僕は一番教材研究したのは管理職やってる時でしたね。なんか管理職やると授業集中できなくなるとか、教材研究に時間割くのが難しくなるみたいなことをなんか言う人いるんですけど、いやいやそれはやる気がないからです僕は先生として教壇だった最後の年の授業が一番クオリティが高かった自信があります。喋りが上手くなってるという意味ではなくて、内容面においても磨きをかけたという自信はあるんで、これ見てる先生が若い先生だったら、楽をしようと思えば確かに2年目以降楽にすることはできるけど、何のために先生になったのかもう一度思い出して、2年目も3年目も自分に鞭打ってアップグレードを行ってほしいなと思うし、今3年目4年目5年目以降の先生は迂闊に若い先生に授業の準備大変なのは1年目だけだからっていうのは僕は好きじゃないんで、共感してくれる方はやめてほしいなというふうに思っております。なんか教材研究が慣れてきてポイントをつかめるようになってきて準備が楽になるっていう意味だったらあるかもしれないけど、うん、それでも空いた時間分を授業の準備に回せるかどうかなんですよ、はい、神奈川県のステップのね、もう昔ステップに勤めてた人とやり取りしたことあるんですけど、ステップって勤務時間中に教材研究ができるんですよ、はい、ってことは僕とかは夜やるしかないですよね。勤務時間中に教材研究してるってことは、本来であれば夜の時間帯ってのは丸々空いてるわけですよね、うん、プライベートの時間で使えるわけですよね、うん、でもステップの中でも授業が上手い先生は、うん、この夜の時間も授業の研究の時間に荒れているっていうふうに僕は聞きました、うん、ステップの人から直接ね、あやっぱそうなんだなと思ったんですよ、うん、まあどの仕事でもね、やっぱり学び続ける姿勢を持ってる人はねすごい伸びてますから、だからもちろんね、いろんなものが合理的になっていってポイントをつかめるようになってきて上手くなってきて教材研究の時間が短縮できるようになりました、これは素晴らしいけど、空いてる時間を使ってさらにアップグレードすることは可能なわけなんで、ここに力を注ぎ込めるかどうかってのが授業が上手くなる一個のポイントというか、うん、年齢を重ねてなんかさらに磨きがかかったらみたいな、うん、プロ野球選手でもさ、はい、今年のこの成績がキャリアハイかなと思ったらまた超えてきた方が多いみたいな、はいはい、選手って一部いるじゃないですか、はい、そういうことをしてほしいなっていうふうに、うん、いや思いますよね個人的には、はい、スキルを得るというか何かを伝える動画になってしまいましたけど、はい、なんで先生になったかをよく思い出して頑張ってやってみてほしいかなと思います。それでは参考になった方は高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。